今福しは NHK の元アナウンサー。早稲田大学専門部政治経済学科卒業後損害保険会社勤務を経て日本放送協会へ。アナウンス室、チーフアナウンサーとして長くテレビニュースを担当。1968年56歳で退職予定だったが、アナウンス室、チーフアナウンサー兼報道局チーフアナウンサーとなり2年間の 出演延長で1970年11月58歳で退職となった。1950年により、残りの2年間は、食託職契約での延長。戦前は、東部軍管区情報、東京大空襲を含む空襲警報、各所の玉砕のニュース、広島への原爆投下。戦後は、スターリン死去、安保闘争、新潟地震、連続航空機事故等、 後年に語られるニュースを伝えた。アナウンサーとしての最初の仕事ナレーションによる原稿読みだけだったニュース放送におけるアナウンサーの顔出し出演を NHK で史上初めて行い、1968年に定年退職で優退、交番になるはずで、当初の最終担当予定日には、それでは皆さん、さようならと挨拶したが、それに反する。 視聴者からの反応が根強く、曲契約として2年間の出演延長をした。ありがとうございます。